ITTF 混合団体ワールドカップ12月4日から10日中国、生徒4日第1ステージで日本はルーマニアと対戦しゲームカウント8対2で初戦を勝利で飾った史上初の方式で争われる今大会それぞれの試合は3ゲームマッチ3対0もしくは2-1で先に計8ゲームを獲得したチームが勝利するリレー形式だ まず第一試合は混合ダブルス。日本からは超攻撃型ペアの戸上俊介、22イコール明治大学、張本美和、15イコール木下アカデミー、ルーマニアはイオネスク、34、聖地、28、だ。ドライブや台上プレーで先手を取り、張本のフォアも決まって11対5で先制する。2ゲーム目も5対1とリードするが、ここからルーマニアペアも反撃。 イオネスクの強打から聖地の横入れまで食らって6連続失点し、そのまま8対11で取り返される。だが3ゲーム目は再び日本ペース。正確なツッツキからチャンスを作り、思い切りのいいドライブで押し込んで11から7とし、まずゲームカウント2対1で日本が先行した。第2試合の女子シングルスは、エース早田ひな、23イコール日本生命、ガディアコヌ、24、 と対戦。バックサーブを多用する相手に対し、早田は強いレシーブが封じられて6の9となるが、ここからフォアで攻め立てて逆転でゲームを先取する。だが2ゲーム目は常にポイントで先行される展開。勝負どころでミスしなかったディアコの2球対11で奪い返される。早田は空いたフォア側へのドライブや、突ツきツで持ち上げさせてからのカウンターなど、 第3ゲームは9対2と大きくリードを広げる。ここからディアコヌにミドル攻めで迫られるが、早田は11対9で振り切り、合計のゲームカウントを4対2とした。第3試合は男子のエース張本智和、20イコールトモカ和企画、と左腕のモビレアヌ、18、との一戦。フォア側に来る球をうまくカウンターで合わせた長本が、まず最初のゲームを11対4で先取する。 だが第2ゲーム、モビレアヌは回転のわかりづらいモーションからのロングサーブで長本を惑わす。12から12までセルが、張本は強打を2本突き刺して14対12で奪う。次も競り合うが、要所でサービスエースを奪った長本が11対7で3ゲーム練習を果たした。ゲームカウント7月2日とし、あと1ゲーム取れば日本勝利の場面。第4試合の女子ダブルスは、 日本が張本美和木原美悠、木下グループ、ルーマニアがサマラ、34、ドラゴマン、23、のペアだ。T リーグ、木下アビエル神奈川のチームメイトでもある2人に対し、後のないルーマニアペアも粘って6の6と競り合う。ここで日本ペアがサーブレシーブで隙を見せずに攻め切って11の8とし、合計ゲームカウントを8対2として日本チームの勝利を決めた。 男子と女子が入れ替わりで登場する、目新しい試合の初戦。日本は幸先のいいスタートを切った、混合団体ワールドカップ第1ステージ。日本8のニルーマニア。8ゲーム選手のリレー形式。第1試合、戸上俊介、張本美和2のワンイオネスク、聖地。11から8分の5マイナス11分の11マイナス7。第2試合、早田ひな2ワンリアコヌ。 1 1, 1から9分の9マイナス11分の11マイナス9。第3試合、張本智和3対0モビレアヌ。1 1から14分の4マイナス11分の12マイナス7。第4試合、張本美和木原美優1の0マラドラゴマン。11対8。